こんにちは、ジェーンです。今回はフェザー 3D というアプリをご紹介します。このフェザー 3D というアプリは 3D の空間にスケッチできるアプリです。操作はすっごいシンプルなので、アイディア次第でいろんな面白い作品を作ることができます。しかもですね、なんと無料なんです。 3D で無料のソフトってあんまりないので、気軽に楽しめるのがかなり嬉しいポイントです。今回は初めてフェザー 3D を使う超初心者の方向けに基本的な使い方をご紹介するので、ぜひ参考になれば嬉しいです。はい、ではまず最初にダウンロード方法をご紹介します。概要欄に公式サイトを貼っているので、そこから簡単に開けます。はい、こんな感じで公式サイトを開くと、右上と、もしくはスクロールしてすぐ最初の画面にダウンロードフリーというボタンがあるので、そこをタップします。そうするとダウンロードページが2つから選択できるので、 iPad で使用する場合はこの左のボタンを選択してください。右はブラウザで使う場合のページみたいです。ではこっちを早速タップしてみます。はい、タップしてみるとストアにすぐ移動するので、そのまま簡単にインストールすることができます。これでダウンロードの作業は完了です。はい、ではインストールが完了しました。そうすると Take a book っていうボタンと Sign in のボタンが2つ表示されます。初めて使う場合はこの下のオレンジ色の Sign in からアカウント登録をしてください。ちなみにこの上の Take a look を選択するとサンプルが見れるので、まずは完成品が見てみたいという方はそちらから見てみるのもいいかもしれないです。そしてサインインせずにここから開いた場合は、左上のバーの中の四角が4つ並んでいるアイコンをタップするとサインインの案内が出るので、そのままアカウント登録ができます。はい、アカウントを作るとこういうホーム画面が開かれます。そして右下にあるプラスを押して新規のページを作ってみましょう。そうするとこういう画面に切り替わります。この空間自体がすべて絵を描けるキャンバスというイメージです。はい、ではここからは基本的な操作方法をご紹介します。まず指を1本置いて動かしてみると、どこから見るか視点を簡単に変えられます。そして2本置いて動かすと視点自体を移動することができます。ちなみに下のグリッドの上、前後、左右どちらかをタップすると綺麗にその面を正面に切り替えることができます。こんな感じですね。真横だったり正面から綺麗に方向を変えることができます。制作するときにかなり使えるジェスチャーなので覚えておきましょう。はい、ジェスチャーの基本的な操作方法はこの3つです。では早速よく使う他の機能についても簡単に絵を描きながらご紹介していきます。まずこの空間に描いていくためにはガイドというものを作る必要があります。そのままだと奥行きが無限にあるので、ガイドで描きたい絵の横からの位置を最初に決めて、そこに下敷きを置いておくみたいなイメージです。ガイドを引くには右上のバーの中の鉛筆マークを選択します。これでガイドを引くことができるんですが、この鉛筆の芯が黒い状態で書き込んでみると、はい、こんな感じで線が引けます。ここで角度を変えてみるとわかるんですが、実は今引いた線がガイドになってぐーっと奥まで伸びてます。そうするとここに絵が描けるようになります。このガイドで横からの形を決めることでアイディア次第でいろんな面白い絵が描けちゃいます。そして色ももちろん塗ることができます。左のバーの中の上から2番目のこの丸を選択してください。そうするとカラーチャートが出てくるので、この輪っかになっている色相環の丸を動かして好きなカラーを選んで、この四角の中の丸を動かして色味を決めていきます。そしてそのままガイドに書いていきます。ちなみに太さも左のバーのこの丸の部分を動かすと太さが調整できます。
ペン先もこのペンのアイコンをタップすると、この2種類から選択することができるので、お好きなのを選んでみてください。ちなみにプロクリエイトみたいに一気に塗る機能っていうのは撮影日の時点ではまだついていないそうなので、今後のアップデートに期待したいと思います。簡単にざっくり塗ってみます。はい、こんな感じですごいざっくりなんですが簡単に塗ることができました。そしてこのガイドを消したい場合は画面の下の方にあるこの×のアイコンをタップすると削除することができます。では一度消してみましょうか。はい、こんな感じでハートだけが浮かび上がりました。角度によってはすごく平面にしか見えないのにこうやってぐいぐい動かせちゃうのでなんか不思議な感じがしますよね。ちなみにこの左のバーの方を見てもらうと分かるように戻る進むのアイコンがここにあるので手順を戻したりしたい場合はここで操作してみてください。そして鉛筆のアイコンをもう一度タップすると芯が白い鉛筆のアイコンに変わります。この状態でも線とかガイドは描けるんですが一つ特徴があります。この白い鉛筆で描いた場合だと長押しすると補正されて綺麗な丸にできたりこういう感じでまっすぐな線も作ることができるので描きたい絵に合わせてこの白い鉛筆にするか黒い鉛筆にするかっていうのを切り替えてみてください。そして右上のバーの中のこの鉛筆の隣のアイコンは消しゴムのアイコンになります。この消しゴムをタップしてこういう風に触ってみるとその部分だけ消すことができます。そしてここをもう一度タップするとこういうヘラみたいなアイコンに変わったのがわかりますか。この状態でこういう風に触るとつながっているところが一括で消えるようになります。大きいところをガシガシ消したい場合はこちらのヘラで細かいところを消していきたい場合は消しゴムで消していくと結構効率的に作業できるかなと思います。そしてさらにその消しゴムの隣のアイコンはオブジェクトを選択することができる機能です。ここをオンにした状態でこの線を触ってみます。そうすると緑の色になるのでこれが選択できているという状態です。選択の機能を使うと右下にこういうボタンがいろいろ出てきます。この中心の丸を動かすと簡単に空間内を移動させることができて、この丸の横にある矢印のバーをペンで動かしてみると簡単に回転させることができます。そしてこのボタンの左側の方に鍵括弧みたいなアイコンがあるんですが、ここを触ってみると全体の大きさを調整することができて、この上と左の方にあるボタンを触ってみるとこういう風に上下と左右の大きさを変更することができます。そして真ん中の下の方にもバーが表示されているのがわかりますか。ここのバーの左のアイコンをタップすると同じ形の複製が簡単に作れたり、真ん中のアイコンをタップすると左右対称に複製、そしてこの右のゴム横のボタンをタップすると削除することができます。ちなみにこの選択機能なんですが、もう一度タップすると鉛筆のアイコンと同じように白い矢印に変わります。この状態で一度選択した線をもう一度タップすると選択を解除することができます。この選択機能っていうのはかなりよく使う機能なので、微調整したい時とかはぜひこの選択機能を使ってみてください。では最後に書き出しと保存方法です。この今見えている視点から撮影することができるので、お好きな視点に動かしたら、左のバーの中の右の3本線をタップします。そこから、エクスポート、PNG、そして、セーブイメージっていうところが出てくるので、これをタップすると、写真アプリに追加することができます。これで書き出しは完了です。そして左上の方にバックっていうのがあるので、ここをタップして前の画面に戻ります。では書き出しもできたので、プロジェクトも保存していきます。左のバーの中の
この真ん中の矢印のアイコンをタップすると、ワンタッチでセーブすることができます。そしてホーム画面に戻るには、一番左の四角が4つ並んだアイコンをタップすると、こういう風にホームに戻ることができます。オブジェクトの名前も分かりやすいように名前を変えてみようと思います。選択したいオブジェクトをペンで長押しすると、下の方にバーが出てきます。この中の A と書かれたアイコンをタップして、お好きな名前に変更してください。はい、今回のチュートリアルはこれで以上です。最初に全ての機能を把握してからだと作る前にパンクしてしまうので、特によく使うっていう機能を中心にご紹介してみました。冒頭でもお話ししたんですが、無料で 3D で遊べるアプリっていうのはなかなかないので、ぜひお休みの日に楽しんでみてください。今日の動画が良かったという方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご覧いただいてありがとうございました。